腹ペコアザラシと申します。三国志14、難易度は上級、シナリオは呂布討伐戦、選択君主は呂布、第18回を始めさせていただきます。前回は曹操の勝敗進行軍の兵端を切ったところで終了となりました。それでは今回もどのように進んでいくのか、お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。天下無双がフルゲージになったら叩き込みます。なったかな？なってますね。ではこちらを入れていきましょう。いくら加工トンとカーンといえどもかなりのダメージになるはずですね。天下無双の武を知れ。よしよしよし、5000か。いやでもやっぱり強いな。報告いたします。こちら工場を抑えようとしてますね。はい、命令かな。やるとしよう。はい、これでいいんじゃないか。また陣、歩を取り返してますね。はい、それでは進めていきます。あと5日間かな。はい、加工トンはダウンですね。はい、両雷両雷を入れていきましょう。総領がその目その耳に刻み込め。いいですね、連携ですね。4800、素晴らしい。カウンも撃破、捕らえることはできなかった。よろしく頼む。はい、劉備の息子劉邦ですね。聞いてください。はい、ではこの2体でこちらの歩を取ってそのまま行きましょう。で、徐行隊と高順隊がぶつかってる。高順はこちらの歩を守りましょう。承知した。で、この2体で曹操軍に対して攻撃を仕掛けましょう。この2体はぐるっと回って高順の方が近いでしょう。本当は河北を統一してから曹操と戦いたかったけれども、もう仕方ないですね。ここはやり合うしかないですね。もうこれはこのまま陳留をちょっと落としましょう。はい、それでは進めていきましょう。とりあえず徐行をなんとかしないといけないですね。使者が到着しました。はい、これは OK ですね。受け取っておきましょう。それはいいんだけど、なんで攻めかからないんだ。なんで待機になってんだ。待機なんかの指示はしてないぞ。はい、これで兵隊切れましたね。徐行が聞いてください。はい、兵隊切れたのはいいんだけど、徐行はね、徐行は混乱しないんだよな。大前があるからですね。大前の個性を持ってるから。こちらですね、兵隊切れした際状態異常にならないと。これがな、強いんだよな。命令かな。任せてくれ。なんでこの2人は本当に攻撃を仕掛けないんだ。これじゃ下手したら兵団切られるぞ。任せろ。ちょっとこれまずいな。なんかそんな雰囲気が漂ってきたぞ。長打持ちいるか。高官さんがいるな。ちょっと長打で山を通って少し兵隊をつなげてあげましょう。みんな行くぞ。ちょっと危険な香りしかしなくなってきた。はい、それでは進めていきましょう。いや本当にね、ちょっとまずいぞこれ、曹操に対して。お、ようやく着きましたね。はい、孫権軍と同盟結べました。ほら見ろ。で、なんでここで止まってるんだ。本当にこれがわからないんだよな。なんで止まっちゃうんだろうか。報告いたします。
そしたらこの2体でちょっと攻撃をしていきましょう。任せろ。でしかも兵端を切られてるはずなのに、あ、そうか、孫権と同盟が結べたから兵端は大丈夫なんですね。それはいいけど、とりあえず攻撃してくれよ。それがわからないんだよな。分かった。何も変なことは言ってないつもりなんですけどね、僕は。では進めていきましょう。お、ようやく呂布と張良動き始めたな。はい、ご確認ください。ではここはこの2体もあんまり動いてないな。ここまで進軍しましょう。で光純はちょっと曹操を倒しに行きましょう。任せてくれ。この1万5000をそのまま残すのはかなり痛いからな。絶対にここは倒さないといけないですね。では進めていきましょう。陳留からは出てこない。今こそチャンスだぞ。だからなんでだ、なんで動かないんだ。いや本当にわからないんだよな。なんで指示出したのに動かないっていうことがあるのかが。いいだろう。ちょっと一度みんな僕用に引きますかね。そしたら読んだか、動くとするか。多分4万5000になるこの曹操隊が入ったら陳留からまた兵が動くはずなので、ちょっと軍を僕用にちょっと集結させましょう。では進めます。いや2万3000出てきた。これは一体どこに、どういう風に。報告いたします。ちょっと光純はルートをずらしていきましょう。で長江顔料で工場に進みましょう。命令かな。はい、天下無双も両来両来もマックスまで溜まってるので、これを当てることはできますね。どうした。呂布はここまで工場まで進軍しましょう。はい、でちょっと出てきましたね。では行から劉備さん遂行で出ていきましょう。この劉備を支えてくれ。では徐行と加工等の抑えを見ていきましょう。さらに陳留から軍が出てくるとまずかったですけど、そういうことにはならなかったですね。いやーここで当てるよりは徐行もついた後で当てましょうかね。ちょっと進行速度を遅めます。行かない。では当てるしかないですね。まとめて片付けてやる。はい、天下無双入れました。5000、いいですね。ジョコは一体どうするつもりなんだ。しまった、長領がジョコに寄せられてますね。報告いたします。ジョコはこの歩を取るつもりか。ではとりあえずまず長領隊は加工党を攻撃しましょう。どうした。で顔料も同様ですね。加工党をちょっと攻撃しましょう。どうした。長江も同様に加工党を攻撃しましょう。どうした。はい、とりあえずこれでいいかな。李玄と淳右慶が変な動きをしてますね。李玄が変な動きしてるな。山が山合いを進んで、ね、劉備はとりあえずここまで行きましょうかね。はい、ではちょっと様子を見ていきましょう。とりあえずはまず囲うと、囲まないといけないですね。はい、ではこちらは受け取っておきましょう。はい、とりあえず両来両来はぶち込んでおきましょう。少量が無、その目その耳に刻み込め。はい、3000
ハコートンが顔料に一騎打ち。ああ、これはまずいな。いやー、いい勝負ですね。ちょっと見ていきましょう。いやー、ぜひ勝ってほしいけどな。この顔料に勝てると思うな。さあどうなる。いやー、なんか負けそうだぞ。顔料何もしてないじゃないか。これ負けですね。いやー、なぜだ。これで士気が回復してしまいましたね。ただ囲んでるのでこれで勝てるかな。聞いてください。はい、ちょっと顔料はだいぶ士気がやばいので、よいしょ。顔料はだいぶ士気がやばいのでちょっと逃げましょう。やろう。いやー、ただちょっとつ持ちなんですよね。それがね、ちょっと逃げられるかどうか微妙ですね。何か。とりあえず長領はこちら中継で加工とのところに行きましょう。あとは、あ、劉備がちょっと捕まっちゃってますね。何か。そしたら逃げるか。事後命令退却でこちら待機と。心得た。そうすれば待機した瞬間にガーって逃げてくれるでしょう、きっと。きっとね。はい。ちょっと利権の動きがいやらしいですね。だけど、この平坦切る部隊をちゃんと股間からの軍で撃滅しようっていうのは、なかなかいい手を打ってきますね。いやー、顔料はね、怪我も負っちゃいましたからね、ちょっとね、早めに戻ってもらわないとまずいですね。では、進めましょう。はい、過去と撃破ですね。はい、天下無双入れていきましょう。連携なしですね。はい、2500。お、徐行が長領に一騎打ち。いやー、本当に一騎打ちはもうどっちが勝つかわからないからな。しかも同じですね。これは名勝負ですね。我が大野の錆にしてくれん。勝負へ押してまいる。いやー、さっき負けたんだから今度は勝ってくれよ。いやー、これダメだな、負けるぞ。いくらなんでも一騎打ち弱すぎないか、うちの軍。いやー、これは弱いぞ。なんてことだ。ではちょっと平坦切りたいですね、せめて。で、顔料は逃げましょう。もう本当に逃げてください。どうした。で、攻撃を仕掛けましょう。はい。で、牧羊からちょっと工事出しましょう。で、ちょっとこちらですね、援軍に向かわせましょう。腕が鳴る。はい、それではこちらですね、牧羊と勝敗のこちら工場の争いを見ていきましょう。陳留から軍出てくるんじゃないか。出てこない。これはチャンスだな。ここでなんとか倒したい。いいんじゃないか。ご確認ください。はい、ちょっとジョコもう追いかけなくていいですね。とりあえずジョコに攻撃しましょう。で、まずは全員でジョコを倒しましょう。命令かな。やるとしよう。はい、で、高順も倒すように進みましょう。
はい、で行付近はこちらはどういうふうに動こうとしてる。都市入場信用、意味がわからないな。では劉備さんで遂行で簡単を取って逃げてもらいましょう。出陣だ。ではちょっと陳留周り見ていきましょう。陳留からさすがにもう出るだろう。やはり。では両来両来入れていきましょう。これで終わりだ。総領が武、その目その耳に刻み込め。はい。よし、撃破ですね。いいんじゃないか。ご確認ください。どうした。はい、では工場で工場が守って、ここに長江は南を守りましょう。命令かな。で長領は一旦ちょっと士気が下がりすぎてるので戻りましょう。で呂布は天下無双だけ入れたらちょっと逃げましょうかね。いやもうね、とんでもない値なんだよな本当に。特に顔料がやばいんだよな。顔料だけはとりあえず何としても逃がさないと。やろう。でこちら純恵たちは何をしに来たかわからない状態になってるってことですね。はい、とりあえず兵はどんどん僕より運び入れましょうね。では進めていきましょう。よしよし、戻った戻った。いやー、ほんとさっき1万5000の兵器の曹操を落とせなかったのが本当に痛いな。あれだけはちょっとどうしてそういうことになるのかが。はい、ではこの2人は戻りましょう。はい、ただし行からコーランさん遂行で9000ほど、やはり僕より補充しましょう。出陣だ。はい、今後の陳留との争いをね、陳留での争いを見据えるとそれぐらいないとちょっとどうやっても戦えないですね。では進めます。いやちょっとね、もう今回は陳留攻め込みましょう。ただちょっと待ってよ、負傷兵3000か、結構いるんだよな。使者が到着しました。はい、将軍の使者ですね。まあ別にいいでしょう。はい、それではついに陳留を攻略するべく軍を動かしましょう。長領はね、あの治り次第進発させましょう。なのでこちらに全員魚鱗でマックスで、工場をこちら要求ですかね、まで行きましょう。で旅霊機遂行でこの歩落とし、この歩落とし、この歩落としましょう。腕が鳴るわ。これが遠心弧を守っているのが厄介なんですよね。ただ少なくともこの辺りはもうちょっと取らないと陳留の曹操軍がとんでもない強さになっちゃってるので。で勝敗から顔料コーラン、この2人も魚鱗でマックスで要求を目指しましょう。ついてこい。今がチャンスですね。はい、報酬配ってますね。では進めましょう。もうここで全軍投入します。吉報をお持ちしました。よろしくお願いいたします。いいですね。この遂行長州かな。そうですね、長州さんですね、が両進軍、ここを抑えようというんですね。うまく旅費が当たってくれるといいんだけれども、ただゲージを貯めるっていう意味もあるので天下無双は使えないですけどね。聞いてください。いかがだったでしょうか。
ついに陳留に対して進発する軍を組織いたしました。牧羊、そして勝敗は空になりつつあります。しかしここで陳留を撃滅しないとすぐに曹操軍は回復することが予想されるので、出し惜しみは一切いたしません。それでは今回はこれで終了とさせていただきます。また次回お時間ございましたら、ぜひお付き合いをお願いいたします。